こんにちは。お天気をお伝えします。昨日は札幌で最高気温が 19.1 度となって記録的な暖かさとなったんですが、今日はと言いますと雲が広がって日差しが届いてきていません。今日の天気のポイントこちらです。暖かさは続きますが天気は下り坂です。夜から雨の降るところが多くなりそうです。では今の道南江差の様子を見ていきます。こちらも雲に覆われていますが今の気温は 16.7 度となっています。では午後の天気と気温です。気温は昨日と比べると大幅に低いところが多く風がやや強く吹きます。外出には上着が必要になりそうです。それでも15度前後までは上がって江差では今年一番の暖かさです。天気は午後は雲に覆われて太平洋側を中心に夜から雨が降りそうです。ではその雨雲の予想を見ていきます。画面は今夜7時の予想です。道南や宗谷地方の一部に雨雲がかかります。この後北と南、北海道を挟む形で雨雲が広がってきます。夜寝ている間は太平洋側を中心にザーザー降りの雨が降り、音がうるさいかもしれません。明日朝には雨が止みますが、明日は気温が一気に下がりそうなんです。札幌の気温の変化を詳しく見ていきましょう。今日は13度まで上がって夜も2桁気温が続きますが、明日の朝は5度まで下がります。日中も7度止まりで、明日の夜は3度と冷えそうです。今日より気温が大幅に低くなる上に、明日は北風が8メートル前後とやや強く、体感は冬の寒さになりそうです。服装選びに気をつけましょう。変わって今の帯広の様子、こちらも雲に覆われています。では週間天気です。明日の雨は朝までで、日中は天気が回復します。旭川と北見も10度に届かない予想です。週末と月曜日にかけて肌寒い日が続きますので、風邪をひかないように気をつけてください。来週火曜日からは桜の季節の暖かさになりそうです。